サハリンハバロフスク・ラジオストクパイプラインは極東ロシアに建設された天然ガスパイプラインである。サハリンで生産した天然ガスを沿海地方へと輸送して2012年ロシアエペック開催前に同地方での石炭火力発電や給熱をガス化する目的で建設された。また将来的にはウラジオストクを拠点として日本や中国、韓国など アジア太平洋地域へ天然ガスを輸出する計画である。2007年9月、ロシア連邦産業エネルギー以省は、東シベリア及び極東地域での天然ガス開発計画を認可した。これを受け2008年7月23日のガスプロム社取締役会で、パイプラインプロジェクトが承認された。また同取締役では、ロスネフフチの元子会社である。 ダリトランスガス社から2006年11月に建設済みであったサハリン・コムソモリスク・ハバルフスク間パイプラインを購入すること承認している。パイプライン設計、地質学的調査は2008年11月に終わり、手続き書類の準備も2009年4月までに完了した。パイプライン建設は2009年7月31日に始まり、ハバルフスクでの着工式典には、 プーチン首相も出席した。建設作業は順調に進み2011年9月に工事が完成、同月8日にウラジオストクルースキー市まで行われた式典にはプーチン首相が出席した。ガスプロムはサハリンからコムゾモリスクのアムーレ及びハバロフスクからウラジオストクまでの総延長 1350km のパイプライン付設工事を2011年9月に完了した。 パイプライン全長は、既存のコムソモリスクナームウレハバルフスク間と合わせ、1800km 長になる。また2012年着工予定の、ヤクーチアハバロフスクウラジオストクパイプラインと、ハバルフスクで接続される計画である。ガスは、沿海州ウラジオストク近郊に建設予定の、液化天然ガスプラントに供給され、LNG となって輸出されるほか、 石油化学コンビナートの建設計画もある。また海底パイプラインで日本と韓国へ供給する計画もあった。パイプラインの輸送量は年間60億立方メートルであるが、サハリンから供給されるガスで最終的には年間300億から365億立方メートルになる。建設コストは全体で110億ドルと見られているが、 210から240億ドルとする報道のほか、158億ドルとする報道がある。もともとこのパイプラインは、主として、サハリン3プロジェクトで生産された天然ガスを輸送する計画であった。だが、サハリン3の開発が遅れたため、ガスプロムは、エクソンモービルの出資するサハリン1プロジェクトをガスの主要供給元としようとしたが、2011年7月の、 時点では契約に至っていない。2011年9月の稼働時にはサハリン2のガスが主要供給元となっている。ありがとうございます。